モスクワ時事、サッカーのワールドカップ、W 杯、ロシア大会で26日、1次リーグ C 組のデンマーク・フラン。ス戦が0-0のスコアレスドローとなり、史上最多を更新していた開幕からの連続得点が36試合で止まった。今大会から導入されたビデオ判定、VAR イコールビデオアシスタントレフェリー、で PK とな。不ケースが多く、PK は失敗を含めてこれまで史上最多の18度を25日時点で上回った。時事通信社、